上から撮るのは頭をつってまたハゲハゲかかるから今日ははい、まあ、またちょっと現場の動画じゃないんですけど、はい、求人道場建設業専門よろしくお願いします。よろしくお願いします。求人サイトやってますじゃなくて、俺もうほんとすごいも発見したなこの間。こいつ元和食の店員、はい、和食の里か、ここ和食の里の店員さんで、はい、まあ、会社からすぐ近くみたいな、会社からめっちゃ近い、3分ぐらい、3分とか3分ぐらい、これ、来たんだわ。はい、来たらビビった。998円、はい、さ里丸、え、飲み放題、ビールもある。はい、すごくね。まあドリンクバーは別に普通にあるもんね、どこでも、どこでもあります。238円でしょ、大体そんなもんですね。そうですね。今日ははい、あと20分かはい、まあ、どれだけ飲めるか挑戦。ああ、でも本当に元取れるか元取れんかみたいな。いや、もう 1.2 杯取るでしょ。1杯いくら生ビール、生ビール400円ぐらい持ってきてるか。いや、100円ローソンだと102。今日ギャラリー用語でもモザイクコンビで、ちょっと歩き行ってんちゃうの。絶対あるモザイクかけんの。分かったか。もうかかってますね、コンビ。ずっとかかってるしかない。モザイクからかってないです。ここからいない。多分カットされてるし。で、まあ早速ね、はい、ちょっとじゃあ注文して、案件みたいなのじゃないよね。本当に全然違いますね。ほんでこれ、俺も今日やろうかって言ったけど、まあ、ちょっとあんまうまそうなのがないで、単品頼もうかってことね。絶対外に呼ばれるやつ。外さんに呼ばれるやつ。だけど、じゃあ本当はコースでやるかな、これ全部。いや、相当安いよね。鍋とかも1980円から。めっちゃお得やこれ。全部食べるんでしょ。だけど、まあ、宣伝しようともしょうがないもんね。まあ、とりあえず俺は酒が998円。もう感動した。感動っすよね。ビビな初めて。でも、確かあれっすよね。自分たち鶏肉やつよ。そうです、鶏肉やつ。そうです、そうです。どうするでしょ。いや、持ってきてくれたらめちゃくちゃ魅力的ですよ。それは無理だよ。それは無理でしょ。まあ俺は別に関係ないじゃん、お前取ってくるの。あ、そうですね、関係ない。関係なかったら、いやいや、今日こいつは二人で。そうですね、お前軍団が女子軍団が。じゃあ行きましょうか。はい、はい、お酒は俺は、はい、僕もですね。はい、もう今カメラ意識してるから。顔がちょっとキレっとったもん。今、里番は今、顔が手にそのかかった。声だけ狙い意識してる。エビフライちなみにどこのやつなんですか？ナフコっすか？え？ナフコのやつ。青木スーパーですか？え？エビフライ、ブラックタイガース。はい。それ分かってないでしょ、伝わってない。それやめたいってなるわ。それやめてくださいね、これ。やめたいって言ったら、もう満足やもん。95%ね。もうお茶なんでご飯系の方がいいんかな？いや、なんでもいいですよ。全然好きなやつあるよ。とりあえず乾杯だけしよっか。はい、110分でもうスタートしとるんだから。そうですね、やばいっす。何杯いけるかな。10杯ぐらいで。俺はもうちょっと内臓やばいもんで、あんまり飲みたいの。お疲れっす。お疲れっす。10万人記念で、はい、10万人に乾杯。うんうん、そんな会社みたい。そこみたいな。そこかーっつって。ちなみに、あの、まあ、視聴者のちょっと説明しよっか。視聴者の皆さん、あの、まあ偽名ですけど、はるちゃんとみどりちゃんね。なんで、あの、あれですけど、なんだ、説明が、え、リリーちゃんの同期、みどりちゃんは同期で、みどりちゃんが同期で、はるちゃんは1個下ですね。はい、はるちゃんが1個下、はい、で、一緒の店舗で仕事してたのね。はるちゃんとは、はるちゃんと一緒に仕事してたのね。はい、元一緒の店舗でした。箸はこれでいい？なんか私割り箸欲しいとかたまにいない。テラだったから、テラのなんか割り箸注文する。割り箸のミッチーって言われてるんで。そこ割り箸のミッチーだから。結構切れてる。こういうの。こうやって。マジで？自分の手相。いや、僕あれですよ。本当だったら僕トイレ行って洗いますから。汚い。便器の水がかかってる。こうやって。あ、箸なかった、ごめんなさい。あ、全然大丈夫です。ごめんなさい。はい、いただきます。いただきます。いただきます。あ、いただきますって言わずに食った人。ん、見てました、私も。割り勘だよ。違う、割り勘だよ、全然いいよって言うだろ。お前全然言ってないの、お前でしょ。はい、お前言ってないでしょ。いや、食べてないです。食べてないって。いただきます。いただきます。でも、すごいよな。本当にこんなに食って、もう結構多分今日注文するから。はい、2杯目いきます。いやいや、2杯目いきます。ありがとうございます。やるまで、お前、早い、やるまで、あの、リピートだぞ。なんすか、リピートアフター2杯目いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいやいや、ダメダメダメ、カッコつけんなって、ワンボンワンボン、そういうのダメなんだよ、ほんとに入院に行きたい、ダメダメダメ、どういうことだろ、俺は手を見せなくて、手を見せなくて、入院に行きます、分かった、あ、そうちょっと、うわっ、すげえ、ほんとにこれで998円で飲み放題すごいな、めっちゃ安い、ほんとに思うわ、でもほんとに、でもこれ元とか取れるんですかね、逆にさ、998円で、うん、例えば5杯飲みましたったら、うん、まあ普通のとこだったら1杯350円、400円ぐらいかかるじゃないですか、うん、赤字にならんのっすかね、人件費かかってないからじゃないですか、はい、タブレットで、自分でセルフで人件費かからんじゃないですか、これでも原価いくらなんですかね、原価なんかめちゃくちゃ安いんじゃないですか、多分あれでしょ、店員の正面でしょ、はい、やばい店長じゃん、垂れ流しっすね、それはちゃんと店長料理デビューもしてるでしょ、はい、いやだから俺って料理とか稼いでんだろうなと思う、あ、うん、だってこんな400円刺身とかもさ、ちょろうじゃん、はい、なんか俺一番刺身なの好きなの、俺のところの刺身が回ってもらってる、光ってますね、なんなら俺が刺身って言ったのに、はい、俺のところの刺身こんなだけどね、そうですね、それはでも、店員さんが悪いですかね、そこに置いてこれでだもんな、400円高いんか安いんかこれ分からんけど、サバだと、いや、でもこのサバもあるじゃないですか、うん、サバも普通の、まあ、まあ、ほんとちょっと高い居酒屋とか行っても1000円出したら、うん、多分これ9切れとかそれぐらいくるもんね、うん、サバの写真とか4切れぐらいしか入ってないんですか、3、4ぐらいしか入ってないんで、で僕考えないやな、今食った中でめちゃくちゃうまいと思ったやつがあるんですよ、うん、うまいと思ったのがこの玉ねぎとこのナスっす、うん、ナス、ナスはうまい、ナスうまいよね、ナス、ナスうまかったな、ナス、俺ナスめちゃ食っとる、食べたらどこも変わらんもんね、ナス、でもナスは、ナスでこの400円だろ、どう玉ねぎ、玉ねぎうまいっす、なんか普通オニオンスライスって玉ねぎだけなんですよ、じゃあ下げますね、かつお節、レタスがいい、じゃあレタスがうまいんじゃん、いやそこはポイントっすよ、玉ねぎとレタスって一緒に食うことないっすよ、ああそういうことね、はい、ちょっとじゃあ食べようか、そこがポイントっす、美味しいですね玉ねぎ、玉ねぎはして料理しないでしょ、ここスライスしてかつお節かけてるだけだよね、これ何がうまい、これどうなの、あ、モザイク組の、モザイク、唐揚げが一番美味しかった、あ、唐揚げ、まあ、でも唐揚げ美味しかった、唐揚げ美味しかった、でもちっちゃいよな、唐揚げはな、298円とかそんぐらいです、3個で、え、いや、分からない、3個です、298円、安っ、1個で70円、でも玉がちっちゃいよな、ちっちゃかったよな、すごい、そんなお前ちょうどいい、1個73円の税別やん、お前、じゃあモザイク外すね、モザイク外して、じゃあ俺、じゃあこれいってみるわ、それ美味しかった、これ美味しそうだな、これが唯一、卵とか絶対美味しいかもしれない、うん、美味しいっすか、うん、これ美味しい、これ美味しい、カーブ、お前食ってねえやん、ただ枝豆どうなの、枝豆めっちゃ美味いっす、どこで、どこよりうまい、どこ、どこの、どこよりまずい、で、あの冷凍食品の俺、あの枝豆めっちゃ食うの、枝豆めっちゃいいっていうね、栄養にいいっていうね、そうなんですか、まあ、豆系は本当全部いいっていうね、ごまとか、あ、言いますね、で、イオンが一番まずい、そうなんですか、あー、ちょうどいいもんやって、これイオンのやつまずいよ、じゃあこれで何杯目、3杯目、4杯目、次3杯目っす、次3杯目、2人3杯目、僕だけで5杯目っす、要するにハイボールっすよ、僕ハイボール一緒やん、僕ハイボール、もう1杯ビールはよし、じゃあ3杯目、はい、3杯目、3杯目、3杯目です、3杯目っす、あれ今日全然飲めんな、俺もっと飲んどるな、1時間で結構いってるな、なんか動画回っとるな、まだよ、30分っすね、まだ30分、多分4杯ぐらい、3杯目っす、3杯目、いや、今度は全然6、7杯全然余裕できる感じで、60分だから3杯、4杯ぐらいいってるな、3杯の時にはな、いや、マジでいけると思うけど、あ、なにこれ、これね、めっちゃうまいね、うん、これはうまい、今頼みました、頼みました、つくね、あ、盛り合わせ、あ、なんか、はい、これはうまいわ、ほんとうまい、つくねってあれなんですよね、なんでつくねっていうか知ってますか、何、2人であの車の中で2人きりになったり、はい、あーその時好きだったらしい、それいつ言いましたけど、いやでもあれ俺ビデオ止めたんで、ね、プチって5分ぐらい、
止まってないって1分くらい来てビールを飲みましょうから時間数ちゃんとチェックしようからはいえ、でもズボンサッと入ったとこから見てたズボンはズボン脱いで何やったのはいズボン脱いで何やったのまあ女子3人の前でそれ言えるんだったらドゲネしましたあドゲネしましたドゲあドゲネですドゲネはいズボンね、失礼じゃないですかかぶり物かぶっとったらその失礼なんでズボン脱いで意味は全然わからん、本当のわからんすいません笑っても声かけそうドゲネみたいなドゲネって寝るんですよ土下座って普通にこうやって膝ついて土下座するじゃないですかそれは寝るバージョンそう寝るバージョンえ、知らないですか土下座めっちゃ本気で言ってますから知ってるでしょまあまあそこでしょまあその話しようかはいちょっともうちょっと向きになったまあその話しようかうまいもんお前もあんまうまいお酒だけだよ酒とナスとあのネギぐらいですよ焼き肉芋がうまかったら全然食うなはい和食のサドって言われる和食があんまりないよなうん確かに和食っちゃ和食だけど刺身バーンとか当たり前のためになるとか飲みに来るもんね飲みに来るもんで、その全然ジャンルが違うくなってくるんですよ居酒屋じゃないですもんねあそう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 普通にもやし炒めとかそっち系が食べたいじゃんなんかねそういうのなんかヘルシー系でなんかちょっと、まあお酒飲みながら食べれるみたいなやつがあんまりないよなないっすねこれ何杯目 ?3 杯目それ3杯目ですあと10で2時間で999円8円で、まだあと今45分しかやってない45分しかやってないのにもう3杯って言われて3杯いったっすまあここから確かにペースは押してくるけどはいそれでもこんだけ食べるもんね普通に400円ですか398円ビール400円ぐらい安い500円メニューにあるあメニューにあるんだ398円っていうあ400円あ本当だでもね3杯飲むなら、うん、絶対こっち飲み放題なこの人もそうですよああ冷静やね前の方がすごいねだから視聴者そういうことだよだからそういうことだ顔がかっこよくてそれ言っちゃうんだからカンタエキストラで釣ってこんだから後ろでスッって釣ってけんよはいあらすあらすこれ美味しそうだな絶対美味しいですうまそうだタコもなんかめちゃくちゃいいらしいあ、そうなんですか持ってみましょうか、僕最近は内臓にいいけどはいいいっすか飲め何よ、お前俺、いい人しちゃうからちょ、お前、違うハイボールにいっとんだもんね、お前それ、0.5 だぞ、ハイボールみたいはいハイボールって0.5やぞで、リュウジ君風に行っていいっすかハイボールの方が度数高いからいや、薄めとくないや、めちゃくちゃ濃かったっすよで、半分入れてたっすよね、これぐらい入れてたっすよねいや、あの、一回バーってやったらきてますそう、バーってやったのがバーってなってこれぐらいやってたっすよね何それ、どういうことあの、詰まるんですよ一杯分であら、ちょうどやんえ、どんぐらいの一回バーだけ入れて、ちょっと何も入れてもすごいめっちゃ好きだちょっと待ってくださいバーだけ入れて持ってきますよバーで詰まるんですあ、そういうことねもう一回いっこれワンプッシュとりあえずこれだけ持ってかなかった持ってかなかったで、炭酸入れたかなそうです炭酸入れたかなそれで今、ちょっと遅かったんですけどすごい、めちゃくちゃあるなと思ってめちゃくちゃあるなと思ってお酒がもう絶対2回入れてるじゃ入れてるんですよマジこれ1回ですよ本当にだろうはいそんな入らなかっただろういや、絶対ありそうだないやしかも一回だってさっき1回目入れに行ったやつが嘘だって言ってるいや違うんですよなんなら僕止めたんです途中でそれ1回ドゥルルルってやってピタッと止まるってことじゃないですかドゥルルル止まらんかと思ってもう半分ピッと止めたんですよどこまで行くんだろうこれ止めんかったらもっとあったこれ止めんかったらもっとあった全部入ったんですよマジですかそれはきついなこれはきついっすよこれだからさっきのやつはさっきのやつはハンデキャップ帳消しでこれで追いつくことにしたけどこれロックっすかいや水入れても何入れてもいいよあっ俺捨ててたこれちょっと捨ててもいいですか捨てたら意味ねえよいい感じに豪華になってきたねマジで豪華ですここ置いてもらったらいいですかあ、ありがとうございますいいっすかでこれが何杯目これ4杯目です4杯目で何分ギリシャ何分今あ、もう1時間ですあちょうど1時間でもこれこんだけ喋ってこれずる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 段取りでやっとって1時間4杯でこれで4杯目
せしました。チキン南蛮でございます。チキン南蛮いくら？チキン南蛮は店員さんの前でいくらだったんだけど、330円。そうなんですね。330円。ありがとうございます。あら、餃子ありがとうございます。もうキュウリ美味しそう。はい、そんな感じで、はい、まあまず、まあ1時間、まあ一定でも多分これ喋っとるのとか打ち合わせとかも入れとるんで1時間だけど、はい、まあちょっと1時間で、まあちょっともう俺もここからもうあんまりもう酒飲みないで、はい、まあ一回閉めますけど、まあお酒がついとったらもう998円、そんで今全部でいくら合計でこれで22,573円1人だってこいつも入れたら7人だよね。3000円で7,3,2,3,2,3,2,3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 ,
と思うけど、まあこれ俺はこれで安いよね。まあ安いっすね。ね、まあ、食べ方とか飲み方によるよなぁとは思うけど。まあそうっすね。全然こういうメニューもあるしね。それでは、はい、チャンネル登録といいねお願いします。またねあ、なにこれ、つくね、つくねめっちゃうまいね。うん、これはうまい。つくねってあれなんですよね。なんでつくねっていうか知ってますか。なに、なんかお母さんが、昔だからお母さんの味がつくねなんですよ。それなんで言ったら、お母さんがよくそのお腹すいたって子供が言うと作っとったのが、なんか練ってつくねを作っとって、で、みんながなんか作って作ってって言うもんで、いやいいよつくね作んねーみたいな。え、それガチですか。いや、絶対嘘、絶対嘘絶対嘘でしょ。ちょっと強引でしたね。強引ちょっと強引。もう頭悪かった。Yeah.